スプライト SAT は、東北大学大学院、理学研究科及び工学研究科で開発されている、スプライト現象観測衛星。スプライト現象を宇宙空間から観測することを主目的としている。2009年1月23日、温室効果ガス観測衛星イブキのサブペイロードとして、種子島宇宙センターより、HEA、ER、ロケット15号機にて打ち上げられた。 愛称は、雷神。ホームページでは、後継機の雷神2についても記述する。レッドスプライト2004年7月に、全球水門気候センターが撮影した画像。スプライトとは、1989年に発見された、落雷が発生するときにその上空の高度40から90キロメートルの高層大気中で発生する発光現象である。 赤い光と左右に手を広げたような形状から、スプライトと呼ばれているが、他にも様々な形状が観測されている。地球全体で、毎日数千から一万回発生しているとされ、珍しい現象ではない。しかし、地上からの観測だけでは、その水平構造は把握できず、発生のメカニズムは未解明であった。2004年には、 台湾の地球観測衛星フォーモスとマイナス2が打ち上げられ、全球での発生分布と延直構造を決定する物理的要因を特定したが、落雷地点とスプライト発生位置のずれ、落雷からスプライト発生までの時間差は様々であり、それだけでは形状や発生タイミング、発生条件をうまく説明できなかった。また、2004年には地球を周回するガンマ線天文衛星により、 地球から発生した強いガンマ線が大量に検出された。落雷時の絶縁破壊によって発生する闘争電子が原因と考えられている。スプライトサットは宇宙空間から地上を真下を見下ろすように観測することで、スプライト等の現象の水平構造と全球分布を観測し、雷放電起源とされるガンマ線と落雷。 スプライトとの関係を明らかにすることを目的としている。形状は各辺50センチメートルの立方体。総重量は約50キログラム。HE やロケットのピニーバック衛星として打ち上げられ、高度約660キロメートルの地球周回極軌道に投入された。姿勢制御は重力傾斜安定方式。長さ1メートル。 先端質量 3kg のブームを展開して姿勢を安定させる。目標精度は3度。地上から衛星へのアップリンクは UHF で 1200bps。ダウンリンクは S バンドで 1200bps。または 9600bps である。搭載する科学観測機器として、雷、スプライト撮像用 CMOS カメラ2台。雷、構成撮像用の CCD カメラ2台。 ガンマ線カウンター、雷雲内の水平電流を観測するための VLF アンテナを搭載する。観測装置の総重量は 5kg である。カメラシステムの開発においては、世界的な産業用カメラメーカーであるワテックとの共同開発を行った。東北大学が自主開発する人工衛星は、スプライトサットが初めてであるが、衛星に搭載する観測機器の開発では豊富な。 実績を持っている。これまでも日本の衛星のアケボの望み、家具や暁等の観測機器開発に協力している。開発費は約1億円。衛星のサイズは約50センチメートルと大学が開発する衛星としては比較的大きい。観測機器はカメラ類については自主開発、ガンマ線カウンタはカリフォルニア大学と共同で開発、VLF アンテナは スタンフォード大学からの提供を受ける。姿勢制御や通信用の衛星バス機器類は専門メーカーに作成を依頼し、東北大学内の専用クリーンブースにて教員と学生によって組み立てと地上試験を行う。打ち上げ後に衛星を追跡するため、独自の専用3メートル級パラボラアンテナ等の設備も用意される。2009年1月23日、スプライトサットは H, E やロケット15号機のサブペイロードとして打ち上げられた。2009年2月20日、東北大学は衛星による撮影には成功したものの、地上からの指示に応答しない状態にあると発表した。太陽電池が受信用のマストの影で遮られたため、電圧が急低下した可能性があり、トラブルが起きた打ち上げ12日目以降、更新途絶状態が続いている。 トラブルが継続しているため、スプライトの観測はできていないが、地上からの電波による監視は継続している。ありがとうございます。